後です。そろそろ開発する場所がなくなってきた先の3分再開発の時間です。山と海を足して2で割ると、無限マラン開発フィールドが出来上がります。というわけで、今回は、メキシコ市あたりの山を攻めていきます。まず表面をきれいにして、液を置いて、ペコって完成。ね。簡単でしょ。前菜ができたので、主菜は作っていきます。まず表面をきれいにして、中身をくり抜いて、蓋をして、飾りつけて完成。ね。簡単でしょ。銀河的流行の半地下式にすることで、低層建築物が多い郊外にうまく馴染んでいますね。レシピのおさらいです。おすすめポイントは、山の中身を海の埋め立てに再利用するのと、公的補助金を活用することです。ではまた次回。ドムです。今回は、長らく再開発をしていなかったメキシコ市をリニューアルしました。もはや、以前の面影がない件について。時の流れは、常に無常なものです。まず新設した新メキシコ市駅から見ていきます。以前のこじんまりとした駅から有り余る大地をフル活用した広大な駅に生まれ変わりました。駅の規模としては、41面75線と中堅サイズだよ。手前の高速線は、1路線あたりのホーム数を、標準的な2面4線でなく3面6線と、多めに確保しています。そのため、毎月60本の運行頻度でも128分の1待機ができる程度の戦闘力があります。ホーム上部には、無駄に広いバスターミナルの設置、ルートコストをかき乱すべく、多くの主要駅への直行バスが運行されています。奥には空港も直結されており、効率的な広域ネットワークが形成されています。高速バスが満員だったら、同ルートの飛行機に乗るシメトラミンが扱いやすくて便利。また、新たに、遠山鳳凰航空によって、遠山地方への空路が設定されました。遠山国際空港へは、熊谷、横瀬、新メキシコの3空港から就航したよ。ちなみに、地球から熊谷までは、直行便よりも、横瀬で、阪神電車などの在来線に乗り換えた方が早く着きます。なお、地球人の財布には、優しくない金額の模様。熊谷方面の在来線は、空間軌道からレーザー軌道に置き換えられています。マイクロ波送電から、より送電効率の高いレーザー送電へ変わったことで、大気圏内の営業速度が、1200キロから3000キロにスピードアップしています。そして、郊外には、半地下式の要塞都市、元山地区が建設されました。今までのモジュール式都市で問題だった圧倒的存在感を解消するべく、半地下式になっています。都市名の由来は、元海地区と同じく、もともと、山だったからという安直なものだよ。新メキシコ市は、郊外のハブターミナルで、どちらかというと、こちらの方が都心になっています。各モジュールの屋上は、自動収穫式農場やインフラ、発電などに利用されています。市内の駅は、外周と内周の東西南北の4駅と中央駅の計9つがあり、それらを、地下から高国土までフル活用して接続しています。一番上は、熊谷方面線と高速線が使用しています。山脈よりも高い高度なので、地形岩主の高高度空間軌道と相性がいいね。その下の中高度は、沿岸部の高架線、高原の掘り割り路線とつながる在来線です。トンネルを抜けると、そこは上空だった。さらに下がって、高速道路、地上レベルには市内道路があります。東西の高速道路はフラット接続だけど、南北の高速道路は、高度差12のスーパーループトンネルで繋いであるよ。そして、地下には、スポット混雑時の高度設定が可能な運河と、新メキシコ駅直行のバス専用道路が完備されています。今のところ、横瀬と梅園への航路合わせて約3000席が設定されています。航路は、計画的無計画欄開発の帳尻合わせに便利だね。最下層には、郵便用のパイプラインがあり、都市の外縁にある貨物ターミナルに直結しています。貨物路線のアプローチ部分は、ダブルループで無理やり繋げています。カセットテープ感。こんな感じで、高度28からマイナス10まで、高度に柔軟なネットワークが構築されています。また、今回建設したモジュールは、商業属性のため郵便需要が高く、郵便輸送力の大幅強化も必要となりました。あれだけ圧倒的輸送力を誇っていた250両編成ダブルスタック郵便貨物列車もキャパ不足となりました。今のシムトラでは、これ以上編成を伸ばせないため、コンテナを2段から3段、4段重ねへと強化したトリプルスタック、クワトロプルスタックとすることで輸送力を強化しました。重心位置高そう。
縦積みは、シムトラニコライからある、由緒正しきトラディショナルなソリューションです。一応、台車は、鉄の3倍以上の密度を持つオスニウム合金製を使用。さらに、熊谷由来のテクノロジーで重力をどうにかすることで重心位置を保っている設定です。困った時の熊谷便利。それ以外の貨物支線は、本数に余裕があるものは、増発、余裕がないものはトリプルスタック化して輸送力強化しました。末端のカリブ、市街山貨物駅の郵便用トラックターミナルも混み合っていたので、第3世代型に改修しました。各世代のトラックターミナルはこんな感じだよ。第3世代は OTRP ありきの設計だね。第3世代型は、等間隔発車よりも、一斉発車時の瞬発力が求められる幹線貨物列車との接続駅に特化した作りです。市内集荷用の郵便局なんかは、第2世代の方が向いています。最後に、高速道路と高速鉄道の簡易マップを載せておきます。元山の環状部分は、横十字線と都市高速2号線の重複区間になってます。高速道路は、結構全域をカバーできているね。メキシ周辺の未成線は次回に建設したいね。続いて高速鉄道です。系統や南副線とまで載せると複雑になるので、大まかな配置のみの表記です。高速道路と違って、粗密がはっきりしているね。マップ中央の横手、北部のカリブ中央が大きなハブターミナルになってます。メキシコ市周辺は地形制約による歴史的経緯からばらけていますね。今回は、その池から元山地区、新メキシコ市を通り横手まで行く外環新幹線に乗ります。高速鉄道だけどゆっくりしていってね。
We'll be right back.